提供でお送りします。新車情報89でございます。私は三本和弘です。梅雨も真っ只中になりまして、今年は空梅雨なんではないかなんて言っていたのが結構ぼち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 よく降りますね。で、車の運転は視覚情報で目で見たもので資料を集めて運転をするというやり方がごく普通のやり方です。ところが雨が降ると視界が悪くなったり、それから雨の音に、かき消されて音が聞こえなかったりしてやり損なることが あるようです。どうぞ車の窓ガラスきれいにして、ワイパーの古いのなどは新しいのに取り替えて、視覚情報をきちんと得ながら安全な運転をしてくれることを願っております。それじゃあまず最初はいつでもと同じように、はい、岸子の何でもインフォメーションでございます。はい、世界初のなんとかっていう、そういった分野っていうのは実はその車の世界には随分多いんだなって、実はですねこの番組を始めさせていただいて気づいたことなんですけれども、今日のインフォメーションは今月の14日に、日産自動車からマイナーチェンジをして発売されました、セドリックとそれからグロリアをご紹介しようと思います。コマーシャルでは静かにマイナーチェンジなんて言ってるんですが、実は実は世界初がここにもありました。フルレンジの電子制御5速オートマチックを採用しているんですね。5速のオートマチックなんていうのはちょっとなんだか聞き慣れないような不思議な感じがするんですけれど、一体これはどういうものでどういった点があるんですか？あのね、はい、高いところに登るのに、ええ、細かい階段を上がっていった方が楽ですか、それとも大きくステップをつけた階段が楽ですか、ということに似てるんです。はい、例えば3メートル高いところに上がるのに、3段の階段で上がりますか、4段で上がりますか、5段で上がりますか、こういうことですね。どれが楽ですか？5段が一番楽ですね。そうですね、5段が楽なんですね。で、自動車の変速機も同じようなもんなんですよ。多段化してやれば理想的にはね、無段化するっていうのがいいんじゃないかって言われてるんですよね。だからエスカレーターみたいにこう上がっていくのはいいんじゃないかと言われてるんですが、そうでなければ、階段の刻みを小さくしてやった方が、はい、ショックも少ないしスムーズだし、エンジンに大きな負担をかけないと、その他の駆動系にも大きな負担をかけないでいいんじゃないかと言われてるんですね。で、世界初のことっていうのはね、はい、ナマコ初めて食うのと同じだろうね。あら、食ってみればうまいんだけども、形はあんまり感心しませんよね。で、僕はこれを食った、はい、だから日産なかなか偉いなと思いますね。しかしもっとよく考えてみますとね、はい、軍用のものはね、無限に金がかけられるもんですからね、12速なんてのがあるんですよ。戦車用のギアでそんなのがあるんですね。で、ただ民生用のもので安く故障なく素人にも使えるという道具で世界初っていうのはね、ナマコ初めて食うようなもんですよ。日産も今頃ナマコ食ってるでしょうね。女性に意外とウケるんじゃないですか。そうだといいですね。近いうちに試すんでしょ、これ ね、 ね、やってみるね。はい、じゃあこの話題は置きまして、今日この番組で取り上げる車は日産から5月の22日に販売を開始いたしましたスカイラインです。で、今度のスカイラインは8代目です。随分命の長い、しかも名声を保持したことでもおそらく日本記録だろうと思われるぐらい、ビッグネームの車なんですが、今までの車に比べると高さそれから長さを大幅に縮小いたしまして、走りのスカイラインの復活を目指して、とにかくスカイラインというのはよく走るというのが評判だったわけですから、そのスカイラインの復活を目指して開発されたものです。で、シリーズ中のトップモデルは GTR という車なんですが、これは主にまあ競争用の車にするベースになるものと考えた方がいいんですけれども、まあもちろん街の中で乗れるように作ってあるんですが、それがイメージリーダーで走る楽しさを徹底的に追求したモデルだというものです。で、番組で取り上げるモデルは日産スカイライン4ドアスポーツセダン GTS、T タイプ、小さい T がついていますが、これはターボの意味ですね。 DTTS、ターボ、タイプ M という車であります。で、この車には、変速機はその5速ではございませんで、5速のマニュアルの手動の変速機がついています。メーカーからのお客様はもうこの番組に何度もおいでいただいて
ています。日産自動車の第二商品本部の主管をなさってらっしゃる、伊藤長則さんでらっしゃいます、けれども今のテロップをご覧になると分かる通り、社内でも我々仲間でも修礼さん修礼さんと言っておりますがご本人は不満のようでございますねところで伊藤さんもスカイラインと付き合いが長いです ね、 そうですね。結局何年スカイラインに関わってらっしゃいますか。入社して18年スカイラインずっとやってまして、ああ30年前に入社してますから、はい、それから今から4年前に主管になりまして、はい、スカイやってますからかれこれ20、2、3年でしょうか。ああそしてもう伊藤さんはリリーフピッチャーで引っ張り出されては負け投手をずっと、ね、やらされてて、今度はスタートメンバーですからね、で今度はどうですか、思い切ってやりましたか。思い通りにやりました。あそうですか、思い切りやった晴れ晴れした顔の伊藤さんにいろいろ伺ってみますが、ここでコマーシャルでございます。この番組は偉大なマンネリでございます。一番最初に伺うのはスカイラインの開発の狙いと、このスカイライン新しい8代目の特徴はどんなところにあるのか、総責任者に伺ってみようと思います。じゃあお願いします。スカイラインは今から32年前、誕生して以来、常に車の走りというものを追求し続けてまいりました。今回の8代目スカイラインも、スポーティーなスタイルと質の高い走りを追求した本格的な高性能スポーツセダン、これを目指して思い切った商品作りをしてまいりました。まず車両をコンパクト化いたしまして、抜群の動力性能とか運動性能を実現いたしました。それからエンジンとかシャシー全てを見直しまして、例えばボールベアリングセラミックターボであるとか四輪マルチリンクサスペンション、あるいは四輪ソーダのスーパーハイキャス、高性能ブレーキ、また電子制御式のトルクスプリット 4WD アテーサー ETS、こういう最新のテクノロジーを投入いたしました。そしてスカイラインの頂点といたしまして、 GTR をこれは16年ぶりになりますけど復活させました。主な特徴は、一つには若々しい躍動感のある斬新なスタイルと、から二つ目は抜群の速さ、安心感、気持ちの良さを高いレベルでバランスさせた質の高い走り、そして走ることが楽しくなるようなスポーツマインドのインテリアです。人と車が一体となり意のままに操れる楽しさというのは、車の好きな方々の期待に十分応えられるものと確信しております。ぜひお試しいただきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。その車に例によって私が試乗してまいりました。 VTR が撮ってございますので、それをご覧ください。これは8代目のスカイラインの二輪駆動のものでは最強の出力を持った車です。スカイラインは昔からそうなんですが、直立6気筒のエンジンをいろいろな再構して、それで速い車を作るというのがスカイライン GT の伝統的なものだったんですが、今の若い人たちにスカイラインからそのスポーツイメージなんていうのは想像がつかないだろうと思います。で、そうした不調を一気に挽回しようというところから新しいコンセプトを作りまして、出来上がったのが、この8代目のスカイラインです。肥満化したスカイラインをシェイプアップして、ですから長さも高さもずっと詰めまして、作りましたんで、このスカイラインはなんとなくこう小さい感じに見えますね。で、角張った、角張ったエクステリアのデザイン、外身のデザインを随分丸くしまして、空気抵抗係数の少ない形で走るために有利な形にしたものですから、随分小さく見えますし、事実、小さくなったと思います。車室内の広さは視界の狭まり、それから地面になるべく近いところにお尻を置かせようという考え方、これもスポーティーの要素の一つなんだそうですけれども、私はそう思いませんがね、そんなことをしたために狭さ感が一層強くなっている。しかしスカイラインのコンセプトチームの人たちの考えでは、その狭さ感というのも乗るというよりは着る感じに仕上げた方が
ポーティーだというふうに考えたというんですから、これもまあ仕方がないと思うんですね。で、扁平率の高いタイヤ、しかも太いタイヤを使いながら、この車は80キロ以上での乗り味はなかなかしなやかです。こういう足の印象の乗用車は、国産車ではこの車が初めてなんじゃないかと思いますね。で、全般的に西ドイツの高性能車という印象の乗り味を示します。このエンジンは、RB という、まあ、軽量限界設計だと言って作られたエンジンの改良に改良を重ねたタイプなんですが、なかなか回し強いところがいいところだと思いますし、ホンダのツインガムエンジンのように軽やかさはないけれども、なんとなくその耐久性のありそうな印象の、回転音を立てたり、それからトルクの出し方が信頼性の高そうな印象に作られているエンジンです。で、操作感も、まあ、どちらかといえばセダンというよりはスポーツカーでして、なかなかいい感じのものです。特にこの妙にゴツゴツした古いイギリスのスポーツカーのような乗り味にしなかったところがいいと思いますね。で、ハンドルの形状なども実はこれはデザイン部が設計したハンドルではありませんで、実験部が作り上げたハンドルなんだそうですが、走るためにいい印象のハンドルになっています。私個人の好みからいくと、あと直径が1センチぐらい、大きい方が扱いいいように思うんですが、このリムの断面も普通は、平たいもので楕円形で、しかも横広に作るんですが、これは縦にこう握力が入りいいように、デザインしてありますね。こういうデザイン傾向のハンドルのリムっていうのは久しぶりに握ったと思います。天井の高さはやや低めですが、それでもまあ拳1個は楽に入る大きさになっています。で、通風などもよく考えられていまして、右側のこのメーターのコラムで邪魔されて、この脇から空気は吹き出せないものですから、その下に、ベンチレーターの口を持ってきまして、こう吹かせるようになっています。これもなかなかいいアイデアだと思いますね。それから前席の広さ感を訴えるために、このフロントのダッシュトレーと、こう、まあ、普通は棚みたいになっているものなんですが、それをやめましてフロントを落としてしまって、足元の広さ感を訴えるなんていうやり方も、まあ、今までに例のないものではありませんけれども、しかしこの車のコンセプトとしてはいいものだろうと思います。気持ちよく助手席に座ってドライブをしてきました。もう本当にびっくりなんです。このシート、もう綺麗に丸くこうカーブしてるんですけれども、そのシートが私自身をうまくこうサポートして、でとてもこうなんて言うんでしょうね、柔らかくサポートしているから、乗っていても座っていてもとっても楽なんです。そして後ろのシートに至っても、私は身長158センチなんですけど、私ぐらいの身長の女性だったら、とても座っていても楽な、とてもゆったりしたカーブになってるんです。でも男性の方にはちょっと狭いかなって感じるかもしれませんね。でも全体的にこれ車高低いでしょう。だから走ってる時なんだか自分自身がスーッとこう滑らかに運ばれてるような、そんな気がしたんですね。だから昔テレビで見たあのスーパージェッターの流線号に乗ってるような、そんな気分にさせられました。で、私自身にとってスカイラインのイメージっていうのは、どちらかっていうと男性の車っていうイメージがあったんですね。でもこれだけなんかこう滑らかなイメージがあったから、車の好きな女性にもますます受けるんじゃないかと思います。今日は実は条件としては最悪なんですがね、パワーモデル、滑りやすい路面、マニュアルトランスミッションとなると、こういうところで悪くするとドリフトしてしまうんですが、この足回りはまあ呆れたもんですね。実にキビキビとこの狭い道を走りますね。
て足滑らせようとしないですね。でこれはちょっと面白い四輪操舵でして、このきっかけをこうハンドルを切るきっかけの一番最初の時に、後ろの打角が前の打角と逆になるんですね。それでフェントモーションが自動的に起こるようになってまして、それで回答させてやる、頭回してやるという考え方のものなんですね。乗り味、それからハンドルの切れ味、パワーとも、この頃はびっくりしますよ。ただパワーの方はですね、3000回転を超えるあたりからドカーンとこうアフターバーニングしたほどトルクが出てきますね。これもう少しこう穏やかにいきたいもんですね。いろいろ岸子さんがシートの評論家でいろいろ言ってきましたが、私ぐらいの身長というのはどのぐらいかわからないといけないので申し上げますと、身長は158、多少粉飾があるようですよね。それから ウエイトが、体重が42キロと言っております。それからヒップ80、バストの方は言いませんでしたけれども、そんなサイズの方であります。私にはちょっと小さめでございました。で、燃費をご報告いたしますと、10モードではもっと走らなければいけないんでございますが、10モードの計測値は 9.5 キロ、1リッターあたりで 9.5 キロでございますが、我々の VTR ロケではエンジンをまあガンガン回したんですけれども、それでも 7.8 キロ、1リッターあたり 7.8 キロ、走りました。騒音は意外に静かで、耳につく音でもう少し高いかなと思いましたが、時速100キロ、雨が降っている透明道路で、67本でありました。静かな車なんですね。感覚とはだいぶ違っておりました。それではちょっとここでまたコマーシャル挟みます。伊藤さん、相変わらずございます。一つよろしくお願いします。長い付き合いで、はい、もうぶしつけいつも通りでございます。ところで随分格好が変わっちゃいましたね。そうですね、ガラリと。これ どういうわけですか。これはやはりですね、新しい環境のスカイラインをやっぱりこれから作ろうということで、まず形がもうガラッと変わったということですね。それで、まあ、丸くなっていますのはやっぱり空力特性といいますかね、はい、これはまあ抵抗だけじゃなくて、リフトとかそれから4日に起きた時の安定性とかですね、空気の中を速く走るとこの形によっては前をこう風で持ち上げられてしまったり、はい、それからうまく利用するとこう押し付けられたり、はい、押し付けられすぎてダメだったり、いろいろだそうですね。非常に難しいんですけれど、そういうその空力特性を、できるだけ良くしようという面から、いろいろこう削っていきましてですね、はい、悪くなった、はい、もう一つはやっぱりトレンドというのもあると思いますね。なるほど、はい、先取りしたところがです、今までのスカイラインというのはね、なるべくおっかない顔して方々を威嚇しながら、そして俺はでかいんだぞっていう格好でしたね。そしてあの頃は大きい車、大きく見せる車のデザインというのが流行ったんでしょうかね。そうですね。で私は今度の車というのはですね、はい、スカイラインを走る車であるから、大きさはもうできるだけ小さく見えるように、で中にまあ乗ればですね、十分なスペースがあればですねよろしいから、外は外観はもうできるだけこう固まって感があってですね、こう凝縮したようなそういうスタイリングにしてもらいたいというようにデザイナーにはオーダーいたしました。ああそうですか、はい、それから日産のこの車はハードトップなんですけれども、はい、ハードトップと言ってますが、日産の車は本当にピラーレスで柱がないの、伊藤さんの車は今度柱が入ってるんですよね、ちゃんと。そして、はい、窓が閉まってる時にはハードトップに見えますけれども、柱がちゃんとついてる、これは何かお考えがありましたか。これはですね、やはりスカイラインは走りに徹した車にしようと、はい、そのためにはできるだけ軽くしたいということでですね、ピラーレスですとやっぱり開放感はあるんですけれど、はい、ピラーがない分だけどっか補強しなきゃいけないという、その分重くなるということもございますので、はい、今回は、視界は多少悪くなってもですね、軽いものにしようという点でセンターピラーをつけました。このドアも、サッシュレスにしてしまいましたね、ここのところの窓ガラスを支えるものは何もない、これは何かお考えですか。これはやっぱりこの辺をですね、すっきりさせたいと言いますかね、窓周りをするにしたい、
できるだけあのフラッシュサーフェスにしてですね、まあ、すっきりさせたいという意味でサッシュレスにいたしました。あ、なるほど、はい、そうですか。シートの形状なんてのも随分今までのスカイラインと比べると変わってますね、はい、で、この番組の岸子はこの椅子が大層気に入って、ちょうどいいちょうどいい、はい、私はちょっと狭いような感じがするんですが、はい、よほどしっかりこう乗ってるものを押さえつけてやろうという考えがあったわけですか。そうですね、やっぱり走る車でございますから、走ってる時に一番快適な、あるいはしっかりこうサポートされているという機能がですね大切でございますから、できるだけこう体にきちっとこう馴染んでですね、少々のことではこう体がこう揺れないような、そういう機能を最重視いたしました。あ、はい、エンジンもチューニングの割合ですと3通りになりましょうかね。そうですね。それでベースになったこの車と同じエンジンのものは、セフィーロなどにもついていますね、はい、セフィーロだとか、はい、それローレルついてますね、はい、出力を見ますとこれの方が高いんですね、はい、スカイラインの、はい、これはどうしてですか。これはですね、まあ、変更点というのは主には下級圧をローレルセフィーロに対しましてターボの、ターボの圧縮空気の送り込み量が変わってる、はいはい、まあ、これが一番大きいと思います。あ、まあ、その他吸気系、空気が入るところ、エンジンに入る系統ですね、はい、それからエンジンから出てこうマフラーを通って抜ける、まあ、その辺 の, 抵抗なんかも減らしているということでですね、すみません、ちょっと上げて見せていただけますか、はい、そうすると吸排気系に何かこれまでと違ったアイデアがあるということですか。そうですね、ローレルセフィーロは、はい、この上からですね、はい、エアクリーナーに空気をこう吸ってるんですけど、はいはい、こうなってますね、はい、締めればちょっと吸気系がこう長いわけでございますけど、はいはい、スカイラインはここからすぐこの直前からですね、この目玉の裏側から、はい、目玉の裏からこう、はい、直にこう吸うようにですね、はい、そしてここで掃除をして、はい、でターボに入れて、はい、それからインタークーラーを通ってエンジンに出ると、うん、まあここは少し違うということですね。ああ、なるほど、はい、そのぐらいで違うんですか。出力の上で10馬力以上違っちゃうんですね。まあ、そうですね、まあ、一番大きく違うのはさっき申し上げましたようにターボの下級圧を、まあ、10% ぐらい上げてますんで、それが一番大きいと思います。で、伊藤さんの方としては意識してか知らずか知りませんが、3000回転を超えてエンジンが回り始めるとドーンと後ろ蹴っ飛ばされたぐらい、出力が変わりますね。あの辺は意識的なんですか。いや、特に意識してるわけじゃございませんけれどね、はい、やっぱりターボが効いた後の、トルクというのはまあ十分出そうと、ああ、で、ターボが効く前の、トルクもですね、あまりこう落ち込みがないようにということでやったつもりでございますけど、こちらが上がったためにその段差が少し目立つのかもしれません、ね、ああ、はい、おとなしく乗りたい人は3000回転以下でお乗りください、ね、はい、元気よく乗るときには3000回転以上だと、下級圧が高まってよろしゅうございますよと、こういうことでしょうか。そうですね、ああ、なるほど。しかし直列6気筒エンジンっていうのも意外に大きいもんですね。これはもう少し小さくてコンパクトにならないもんなんですか。そうですね、私もまあできればもっとコンパクトなね軽いエンジンにしてもらいたいと思ってるんですけれど、うん、まあ、今私どもが持ってるエンジンではですね、まあ、いろいろなこう冷却系とかですね、ああ、そういう耐久信頼性を考えたら、まあ、今これがベストだとこう言われてますんで、まあ仕方ないと思ってますけれど、ああ、まあ、できればもうちょっとこうコンパクトなんですね、はい、軽いエンジンができればなおいいなとは思ってますけど。なるほどね、はい、しかし、まあ、ホンダのエンジンとはレポートでも申し上げてきましたが、ホンダのエンジンとは違った印象のこう、はい、吹き上がり方をするんで、まあ、これにはこれのファンができるだろうと思いますね、はいはい、何より感心したのはサスペンションなんですが、これは事前に勉強してみたんですが難しいサスペンションで、はい、あだや愚かなことじゃこう理解ができないんですけれども、まあ、その中で最も印象的なのは、これは一種のじゃなくて日産系の四輪走行、はい、が使われてますね、ハイキャス、はい、ハイキャス2ですか、これはスーパーハイキャス、スーパーハイキャス、はい、ハイキャス超えちゃったんですね、はい、そのハイキャスのこう後ろの車輪の動かし方が、はい、今までのハイキャスとは違うんですね。ちょっと違います。で、狙いはですね、はい、やっぱり車 の, そのハンドル切った時のこう応答性といいますかね、はい、それからあと切り終わった時のこう安定性みたいな、これを両方高めたいというのは
従来のハイキャスも同じなんですけれども、今回のハイキャスは、まあ、よりその車の挙動をですね、はい、人間の感覚あるいはドライバーの感覚にこう忠実なように自然な動きにしようと、こういうのがあの狙いは大きな狙いなんです。でそのために、はい、あの制御方式を変えましてですね、はいはい、あのハンドルを切る大きさとか速さ、はい、それから車速に応じてですね、はい、後輪の制御するあの大きさとか速さをですね変えるようにしています。あで今回面白いのはハンドルを大急ぎで例えば右へ切ったとしますね、はいはい、その時に後輪は明らかにこう左に1回切れてるような印象がありますね、はいはい、そしてお尻をスッと外側に逃がして、はい、ペッとこう、はい、カーブへ入っていくような、はい、よほどあれですね、忙しく乗る実験部員がいてあんなことを考えついたんでしょうね。そうですね、まあ、今回の車というのはですねやっぱり車というのは人が乗るものでございますから、うんはい、もう徹底的な乗り込みをやりましてね、走り込みをやりまして その辺のこう適度な、特性をですね、なんか何かのトライアンドエラーで繰り返しあの設定いたしました。とにかくこの車に乗りますとね、ひょっとすると運転がうまくなったんじゃないかなというような感じがしますね。そうですね、雨の中でも滑りませんしね、はい、大将運転がうまくなったようなつもりで自分の車で同じようなところ同じ速度で行くとずるずる滑ってびっくりしたりするんですが、こういう技術が出来上がってくるとどの車も日産はこういう傾向にしないといけないんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、私ども日産車 あの特徴はですねやっぱり足がいいというのが今シルビアにしろセフィーロ以降にしろですね、評価されていると思いますけれど、はい、やっぱり車の走り足の良さといいますかね、これが、まあ、日産車の特徴になるかと思いますけれども、はい、それと 55% のタイヤ扁平率 55% ってこう平たいタイヤ、はい、ゴムの部分が少ないタイヤといいますかね、はい、これを使った割には随分乗り味がしなやかでしょ。そうですね。でこれはどんなところに秘密があるんですか。これはですねもちろんあのサスペンションのジオメトリーをこの、きちんとあの車輪の取り付け角度の保持を、はい、しっかりした、はい、それからもう一つは、サスペンションのフリクションを減らしたと。あその邪魔者になるようなこう障害物が、はい、ない抵抗が少ない、はいはい、から3つ目はですねショックアブソーバーの特性をですね、はい変えまして非常にこう低速域からですねきちんとこう減衰力がですね出るような新しいタイプ のショックアブソーバー採用いたしました。この辺が効いてるんじゃないかと思いますけど、あのショックアブソーバーっていうのはちょっと説明申し上げますとね、ショックアブソーバーっていうのはバネっていうのはこう一回揺らしてやるといつまでもこう揺れ続けようとする特性があるんです。バネっていうのはそういうものなんです、ですがその揺れがなるべく早く収まってしまうようにこう揺れると元に復元するような仕掛けがあるんですが、それをショックアブソーバーとかダンパーとか日本語では干渉機なんて言ってるんですが、それなんですね。それをどんな風な仕掛けにしたんですか。特に細かいこうあの突起をですね、はい乗り越えるような時の、非常にこう微小変異、はい非常に少ない、はい、でしかもスピードが非常に低い領域 のフリクションをですね、はいまず減らしたということ、うん、それでその代わり油による減衰力をですね、はいきちんと出すようにですねバルブの特性構造を全面的に変えました。要するに腹道の中に入っている油のこう貫流でこう早く止めようとしているんですが、はい、その穴ぼこだとか、穴ぼこの大きさだとか油の流量の速さだとか、流速だとか流量をうまく加減するということですか、はい、特にこう難しいのはこう細かいなんていうんですかあの凸凹をこの車輪が拾って、こうゴツ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 したような感じを取るのが難しいんだそうですね。そうですね。タイヤの扁平率タイヤの高さがですね、はい、低くなれば低くなるほどゴムそのもののねあのなんていうんですか、はい、特性でこう逃げることができなくなるから、はい、そういうことになるんですかね。実はねスカイラインのファンからですね、はい、この車を見てね、はい、ブレーキ丸めなのが気に入らないというのが、一つ来てるんですが、まあ、僕からすればもうブレーキの散々不調な車で悩みましたからねブレーキのよく見えるのはいいんですけれども、なんかそういうお客様あるようですね。そうですか。今度はブレーキの、ところに文字なんかが入っていて、はい、これも一つのデザインになってるようですね。そうですね、まあ、私どもは
ホイールをできるだけ軽くするということと、なるほど、それからブレーキの冷却を良くするためにですね、そうですね、もう丸見えでいいというような、はい、設計にいたしましてですね、で実際に見ますと中が見えますんで、はい、じゃあローターとかキャリパーといったブレーキの締め上げるところですね、そこをじゃあパッドもこうやって覗くと、はい、見えますね、ですから積極的に中を見ててですね、はい、じゃあ見えるところ中もデザインしようという、まあ、そういう手法でやりましたけど、うん、いや私は賛成なんですが、はい、そのスカイラインさんの中にはやっぱりこうフルキャップしてもらいたいという意見もあったようなね、結構これ評判いいですよ。そうでしょうね、はい、これは車が好きな人にはいいと思うんですね、はい、伊藤さん近いうちにこれの四輪駆動の GTR っていうすごいやつ、はい、これはいつ頃ですか。これは8月の21日から発売したいと思います。そうですか、はい、じゃあその発売のに前後して、開発の皆さんでまた車お持ちいただけますか。そうですね、そうですか、その時にまた詳しく集まりの話などは、はい、そうですね、また聞かせてください。ありがとうございました、はい、どうもコマーシャルでございます。Q&A のコーナーです。素朴だけれどもどうしてっていう疑問っていうのはどんどんお寄せいただきたいですね、うんうん、はい、まずいやいや、あんまり素朴な疑問は苦手なんですよ。いやいや、お願いします。いや、先週ですかね、ガソリンスタンドの青年が、はい、次口をどっちかに決めろというので、私は厳しく言ったところはですね、少し言い過ぎじゃないか、興奮すんだよなんていう話をたくさんいただきましたよ。うわ、今日も実はガソリンスタンドでのお話なんですけど、はい、東京都足立区の中林敦則さんという学生の方からです、うん、ガソリンスタンドでエンジンをつけたまま給油しているのよく見かけるんですが、あれは危ないですよねっていうはがきです。エンジンをつけたままってのは同じね。あ、かけたままですね。学生さんかい、はい、学力が低いな。また一言言うけど、とにかくね、エンジンをね、かけたまま給油をしてはならないんですよ。もうそれは約束事で決まってるの。はい、もう、まあ、こんなものね、法律で決めるまでもないの。うん、もう危ないんだから。ね、でガソリンなんてすぐ気化するんだし、気化してこう、はい、ガスがいっぱいのところにね、なんかの考えでパチンと火花が一つ飛んだってドカンといっちゃうでしょ。それをね、エンジンをかけておけばね、あそこでスパークプラが働いてるんだし、まあ、とにかくエンジンは止めて給油をしなければいけないことになってるんです。はい、でそれの一番いい例は、自動車の競争なんてのむやみやたらに忙しいもんですよ。だけどピット入ってくるとちゃんとエンジン止めて給油するんでしょ。それからエンジンかけて出てくるんでしょ、はい、でそのぐらいにいっとくんでね、これはエンジンがかかっているのに給油をした方も悪ければ、うん、エンジンをかけたまま給油してくれって言ったやつもいけませんね。でその程度のメンタリティでもこの頃の自動車走っちゃうんですね。だから、うん、僕はね、あんまり車が高性能車だったかなと思うんですよ。とにかくスタンドマンとしては、はい、エンジンを止めてくださいとやっぱり言わなきゃいかんですね。そうですね。そうですよ。中林さんはちゃんとエンジンを止めてるということです。ああ、それは当たり前です、はい、それは当たり前です。あ、この人はスタンドの方じゃないのね。違います。あ、そうです、はい、彼はちゃんとしてます。普通のメンタリティです。そうですね、うん、はい、じゃあ次のハガキなんですが、この方もとても素朴な疑問なんですけど、大阪府枚方市の吉川達也さんです。黒いボディの手入れの仕方を教えてください。まあ、ご自身はワックスは固形 で拭き取りはセーム側を使っているそうなんですが、あとは日陰でワックス掛けをするということなんですが、ありがとうございます。その日陰ってのはいいアイデアですね。はい、でとにかくね、黒い車って手入れしにくいのでね、まあ、僕も黒い車に随分長く乗っていたことがあるんですが、その黒い車をお使いになるときにはですね、固形のワックスをかけるのは、とっても労力のいることですよ。ですからなるべくならね、黒い車を買ったときにもうこれは固形のワックスは2ヶ月に1遍ぐらいにしよう、あとは液体ワックスかハンネリのワックスでやってしまおうというふうに思った方がいいだろうと思いますね。で、うまくかけるコツって言うんですが、あれもなかなか難しい。いろんなことやってみたことがあるんです。例えばワックスを塗る、伸ばす、伸ばした後濡れタオルでもう一回そのワックスを冷やしてやるつもりで、もう一回濡れタオルで拭いてやる、その後柔らかい木綿の洗いざらしで、拭き上げるというようなことをやったんですが、あれもよほどうまくやらないとこう虹状にこう光ったりして妙なもんですね。それからあなたの場合はセーム側を使ってるっ
って書いてありますが、これは拭き取りは、ワックスを伸ばしたり拭き取りをするのには、私はセム側じゃない方がいいと思いますね。セム側の繊維で、またせっかくきれいに伸ばしたワックスを削り取ってしまうような結果になりますんでね。で、なんとも難しいもんですよ。なんとかね、自動車メーカーの人にお願いしたいのは、ワックスなんかかけないで、せめて3、4年ピカピカになってなきゃいけないと思いますね。で、もう何年も前になりますが、私、自動車の設計者と論争になりまして、3年ぐらいは、ワックスなんかかけなくたってちゃんと持つというんで、私やってみましたら持ちませんでした。ベロンベロンに塗料が剥がれちゃって、大変なことになったことがあります。ワックスがけはしてください。上手にやってください。考えてうまくやってください。じゃあプレゼントコーナーです。はい、新車情報89からのプレゼントです。ご覧の自動車専門誌、モーターファン、モーターマガジン、カーグラフィック、ルボラン、ナビ、クルマニア、ゴーグル、カミオン、カーセンサー、カートップ、月刊自家用車、ドライバー、ホリデーオートバイヤーズガイド、カービデオマガジン、以上13種ビデオの中からご希望の商品を抽選で140名様に3ヶ月間無料でお送りいたします。続いてのプレゼントはこちらです。バンダイからテーブルやドレッサーの上に置いて手軽に涼しい風を楽しめます、おしゃれな小型冷風扇風機クーラーファンを4名様にプレゼントです。それではお申し込み方法です。郵便はがきにご希望の商品名を一つお書きになって、住所、氏名、電話番号、それからご意見、ご希望を添えてご覧になった時にどんどんお送りください。なお発表は商品の発送をもって返させていただきます。はがきたくさんお待ちしています。来週のこの時間は三菱のギャランに、新しい機種が追加になったんですね。 1.8 リッターの車が追加になりました。これを取り上げようと思います。ところで伊藤さん、その先ほどワックスをかけるって話がありましたね、はい、ワックスがけってのは面倒ですよね、はい、あれもまあ、アスレチックだと思いながらこうやれば、まあ、我慢できないわけじゃないんですが、体を動かすんでね、ちょうど、はい、私の場合はそんなつもりでたまにはやるんですけれども、あれなんとかワックスかけないでいいものありませんか。そうですね、いろいろ、まあ、いいものは出つつはありますね。そうですね、例えばウレタン塗装とかですね、はい、それからフッ素系のものを、フッ素系ですね、使ったものなんかもあるんだそうですね、はいはい。で、昔々、1950年代にフォルクスワーゲンがですね、はい、ガレージレスペイントってのあったじゃありませんか、ね、はい、外から見るとだらしがない、はい、光ってないんだから、はい、で、なんかこう、ザラザラしたようなもんですが、はい、あれは大層丈夫なペイントだったそうですね。で、もうそれから随分時代も変わったんですから、ピカピカ光っていて、ワックスかけなくていいとるよ、なんてなって、3年ぐらい何もしなくても、水洗いだけすればいいって、そうですね。ぜひそういうのを今度やってくださいよ。この次のスカイラインの時はそうしてください。そうですか。いや、あなたはワックスかけありますか。はい、やってますよ。ちゃんと自分で1ヶ月に1度ぐらいですけど。そうなんですね。この次時、ワックスをかけるとかけないでは車の持ちが大違いです。はい、どうぞワックスをかけて車ピカピカにしてやってください。で、大事にしている車ではめったに事故を起こさないもんです。綺麗な車ほど事故を起こさないと言います。どうぞ車綺麗にしてやってください。はい、心だけ次第ということで、はい、今日はどうも、はい、ありがとうございました。